お願いします。
来托音。やるわね。スイッチ行くわよ。スイッチ、ここよ。ここよ。やるわね。わかったわ。スイッチ、これで決めるわ。やるわね。いいわね。
行くぞ。はい。行くぞ。やれた。はい。行けるわ。やれた。はい。行けるわ。やれた。はい。回復して。どうした？
決めるわ。やるわね。決める。
もう一人の女神。意識がないみたい。モジュールが彼女を守るためにこんな姿をさせているのか。じゃあこれを退けることができれば、おそらくモジュールとティアを切り離すことができる。みんな準備はいいか。当然だけど、この戦いに関する攻略情報なんてない。でも俺たちはいつも一緒になって大きな壁を乗り越え、ここまでやってきたんだ。信じようぜ、俺たち自身の力を。さあ、行け！はい！行ける！行くわけない！スイッ！
Thank you.
まもなくここは地上に落ち、世界は崩壊する。ようやく全てを消すことができる。そんなことはさせない。なぜあなたたちは私の邪魔をするの。この世界は人々に何の意味があるというの。意味はある。確かに間違ったことを行う人間も中にはいる。けど世界の広がりや人とのつながりがこれからの自分を作り上げていくんだ。何もなくなってしまえば自分すら失ってしまえ。私はこの世界を見て、そして不要だと判断した。この世界なんていらない。人なんて存在しなくていい。それでなくなってしまえばいい。嫌いだ嫌いだ。許すしかないこの世界の醜さ全てを消し去ってやるんだ。Thank you.
回復して。どうしたの？
やるわ。はい。回復して。
よかった、ティアとモジュールを切り離すことに成功したんだ。つまりそれって、これでアインクラッドが地上に落ちることもなくなった。この世界は崩壊しなくて済む。私が守った。
リカ、ピナ。よかった。やたらとハードなクエストだったな。なんせ世界を守るクエストだもんね。でもこの世界が維持されるんだから悪くない報酬だ。世界を守るだなんてゲームの話みたいね。まあゲームなんですけど、それでも本気で守りたいものだったし、守りきることができた。そうね、私たちのもう一つの現実を。しんどかったぜ。おい誰か手貸してくれ。ったく、ほらよ。すまねえギル、もう年なんじゃないのか。おいおい、俺様はまだ若いっての。冗談だ。お前さんが走り回って戦っていたのはみんな知っているぜ。世界の崩壊は起きない。ああ、俺たちが止めた。そう、私は負けた。弱い者は淘汰される。だからちょっと自分で命を絶つつもり？おい、何考えてんだ。ダメ。命を絶つのは間違っています。プレミア、なぜ止めるの？弱い者が存在する理由などないのに。存在する理由はあります。この世界で生きる限り誰にでも存在する理由がある。私はこの世界を生きて、命の尊さや人とのつながり、世界の広がりを知りました。そして人は誰でも可能性を持っていることを知りました。明日にはまた知らない発見をして、今とは違う自分がいるはずです。明日にはまた新しい仲間が横にいるかもしれません。そんなことをここにいる人たちに私は教えてもらいました。だけど明日は今よりももっと辛いかもしれない。それは明日にならなければわからない。辛いことだけじゃない。嬉しいことや楽しいことに巡り合う可能性はたくさんあるのだから。可能性。あなたの言葉を信じるわけではない。まだ今の私には理解できない。ただあの人も私もあなたたちの世界にいたら違う。行っちゃいますよ。よほど響いたんじゃない？プレミアの言葉が。そうですね、プレミアちゃんの思いがきっとあの子にも届いたんだと思います。この世界にはたくさんの可能性があるなんて言って、誰に似たのかしらね、この子は。きっとみんなだよ。この世界への思いはみんな一つだったんだから。そうかも。プレミアじゃなければ彼女は救えなかった。ありがとう。この先ティアと一緒に笑い合ったり楽しんだり共に過ごせる時は来るでしょうか？もちろんだ。可能性はたくさんあるんだからな。そうですね。
これにて一件落着か。じゃ町に戻ろうぜ。そんでもって祝勝会だ。わーい、パーッと盛り上がろう。そういうことなら急いで準備をしちゃわないとね。よかった、プレミアちゃんや他のみんなを守ることができたんだね。ああ、私は皆さんと一緒にやりたいことがまだたくさんあります。うん、一緒にいろんなことをしようね。それは私たちの願いでもあるから。プレミア、これからも一緒に冒険を続けよう。約束しただろ、君の望みに協力するって。はい、これからも私を連れて行ってください。さあ行こう、プレミアちゃん。はい。君の活躍は見させてもらったよ。ヒースクリフ、生きていたのか。存在することを生きていると表現するならばそういうことになる。今の私はネットワークへと分散した茅場明彦という意識の栄光残像だ。そのややこしい言い回しも相変わらずだな。すまない。それよりも相変わらずなのは君も同じではないかな。理不尽なクエストであっても立ち向かう姿はさながら SAO の時を感じさせるものがあった。まったく、見ていたなら助けに来いよ。こうして一つの意識として覚醒したのが今し方だったのでね。私を覚醒させたのはこのオリジンのカーディナルシステムだ。いや、SAO のバックアップであるのならばカーディナルコピーとでも言おうか。カーディナルコピー、崩壊シミュレーションモジュールによるアインクラッド創生の一部として私は呼び出された。ネットワークを漂う無数の意識のかけらを収束し覚醒させるためには膨大な計算をする必要がある。カーディナルコピーはその計算のためにアミスフィアを使い分散コンピューティングを行ったのだ。無数のアミスフィアが処理落ちを起こしていたというのはそれが原因だったのか。そうまでして呼び出されるなんて、随分とカーディナルコピーに好かれているじゃないか。それは違う。カーディナルコピーにとっては私もただのコマに過ぎない。全てはデスゲームの舞台の再現のため。デスゲームの舞台の再現。そうだ、俺が受け取ったメッセージは、あのメッセージはお前が送ってきたんじゃないのか。ほう、そんなメッセージが送られていたとは。しかし送り主は私ではない。じゃあ、おそらくカーディナルコピーはアインクラッド再構築のために最適なプレイヤーを選び出したのだろう。正体不明のメッセージを送ることで異質なクエストへの挑戦を促したと、そう考えられる。もしくはアインクラッドを再び創生するというカーディナルコピーの意思表示だったのかもしれないな。面白い考えだ。カーディナルコピーに意思があるのだとすれば、君を選んだことにも意味があるのかもしれないな。よほど嫌われているってことか。それとも過去そうだったように、今回もアインクラッドには君が必要だと判断したか。どうだろうな。ところでモジュールはどうなったんだ。
ティアとのつながりは切り離したけど、存在自体はまだ残っているはず。心配には及ばない。モジュールのプロセスは完全に停止させた。あんたがやってくれたのか。いかにも。そうか。勘違いをしてもらっては困る。君らのためにやったわけではない。私もあのままモジュールを放っておくわけにはいかなかったのでね。カーディナルコピーはデスゲームの再現として私の意識を覚醒させた。つまりは百層のボスとしての召喚。それは私の本意ではないのだよ。そういうことか。さあ、そろそろ私はここを去ろう。最後に君へ渡したいものがある。渡したいもの？これは世界の種子、まだ見ぬ無数の世界への可能性だ。世界への可能性。芽吹けばどういうものかわかるはず。その後どう扱うかは君に託すことにする。もちろんすぐに消してしまっても構わない。しかしもし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。ではさらばだ。会うことがあればまた。ヒースクリフ、あんたは俺にこれを託して何を見せようとしているんだ。この世界の意味、可能性。崩壊シミュレーションモジュールによるアイングラウンドの危機から数日、オリジンは何事もなかったように今日も多くのプレイヤーでにぎわっている。中途半端に再構築されたアインクラッドは今もそのままの姿を保っている。運営は未だにこのことについての発表をしていないが、クローズドベータのせいもあってか大きな騒ぎにはなっていない。もしかするとゲームを停止させることの方が問題として大きくなるとの判断なのかもしれない。ジェネシスの行ったアミスフィアの改造は皮肉にもセキュリティホール改善へ大きく貢献した。それによりデジタルドラッグも使用できなくなり、トランスプレイヤーが現れることもなくなった。アミスフィアの処理落ちに関してもモジュールが消去されたことにより問題は解決。晴れてセブンも自由の身かと思われたが、すぐに別の研究が入ってきてしまい、今度こそ早く片付けてみんなと遊ぶんだと今日も研究に全力を注いでいる。ヒースクリフ、カヤバはあれから一度も俺の前には現れていない。カヤバが俺に渡した世界の種子、ザ・シード。それは VR 環境に必要なシステムを可能な限りコンパクト化した VRMMO 開発支援パッケージだった。この支援パッケージがあれば VR ゲーム制作において問題とされているコスト面をクリアできる。つまり VR ゲームはこれから数多くリリースされ、かつてない広がりを見せる可能性がある。そうすればこれから仮想現実の世界は。あ、またぼーっとしてる。ああ、ごめん。
みんなで記念撮影なんですから、ぼーっとしてちゃダメですよ。そうだな。よし、バッチリ決めよう。はいはい、みんなあの記録結晶に注目。笑って笑って。はい、チーズ。よし、記念写真のご協力感謝。そんじゃ飯の続きにしようぜ。ねえ、写真撮るとき何を考えてたの？いや、大したことじゃないんだ。ちょっとこの先のことについてさ。先のこと？なるほどなるほど、この後の作戦を練っているというわけね。索敵大会のことですよね。洞窟内に隠れているストレアさんを探すっていう。でもストレアって隠れるのが得意なのよね。誰も見つけられなくてストレアの勝利になりそう。いや、最悪俺たちがダメでもアルゴのスキルがあればいけるんじゃないか。俺っちのスキルは隠れんぼするためにあるわけじゃないぞ。でも期待をされたからにはいいとこ見せないとな。俺もアルゴに遅れを取らないようにしないと。私も本気出さなきゃ。前にも似たような遊びをした時、天井にぶら下がっていたのはびっくりしたよ。でしょ？今度はどこに隠れてびっくりさせようかな。言っておくけど、驚かすのが目的じゃないからな。私も勝負に備えてアスナさんのお弁当で力をつけておかなくちゃ。珍しく大食いの誰かさんの手が止まっているから、たくさん食べるなら今がチャンスよ。おっと、そうはいかないぞ。その肉団子は俺がマークしていたんだ。あ、ちょっと、私も食べたいんだから少しは遠慮しなさいよね。お弁当が足りなくても大丈夫。野営で鍛えた自給自足スキルで食材を現地調達するから。そんなスキルいつ実装されたんだよ。やっぱりこうしてみんなとピクニックするのって楽しいね。広々とした草原でご飯食べてゴローンって寝っ転がって、言うことないよ。これなら毎日やってもいいよな。そういや、言っておくことがあるんだけどよ。ん？ザ・シードの件、来週あたりにネットで拡散してみようと思ってんだ。ってことは安全の確認が取れたってことか。コネクション使いまくっていろいろ調べてみたけど問題はなさそうだ。あれが広まりゃすげえことになるぜ。 VR ゲームが次々と世に出てくる可能性があるよな。ただでさえ VR ゲームといえば批判続きな上に開発が困難で、これで状況はガラッと変わると思うぜ。ほらそこ、いつまで二人で喋ってんだ。だいたいみんな食い終わったから、そろそろ索敵大会を始めようぜ。の、いよいよやるか。ここから少し歩いたところに洞窟があります。そこが索敵大会の会場です。ユイは俺と一緒に行動だよな。よし、優勝を狙いに行こう。はい、任せてください。ストレアの行動パターンはすでに解析済みです。それじゃみんな移動するから準備をしてくれ。みんな楽しそう。それにしても今日の気象設定は最高だね。おかげでこうしてピクニックもできたしな。いろいろあってずっと延期しちゃってたもんね。よかった、こうしてみんなが一緒にいることができて。みんながそう望んだからだよ。俺もアスナもプレミアも。それじゃあ行こうか。あ、プレミア、いつまで寝ているんだ。早く起きないと置いていかれるぞ。起きました。弁当を食べたら眠くなったか。いいえ、寝っ転がってピクニックの醍醐味を味わっていました。青い空、広がる景色、綺麗で最高です。
よかった。気に入ってくれたみたいで。どうしましたか？いや、プレミアとこうして一緒にいられてよかったと思ったんだ。でも時々考えることがある。プレミアやティア、この世界の人たちにとって俺たちという存在はどういうものなんだろう。俺たちがいることでこの世界に一体どんな影響を出してしまったんだろうって。難しい質問です。うまく答えが出せませんけれど、もしここにいなければ私たちが出会うことはなかったわけですから。つまりあなたに出会えてよかった。そうだな。ここに来たから俺はプレミアに出会えた。そのことは間違いなく良かったと言える。あの、ん？なんだ？本妻はアスナ、妹はリーファ、娘はユイと把握しています。え？ほ、本妻？でしたら私は愛人にしてもらってもいいですか？誰からそんな知識を仕入れたんだ？それは秘密です。あまり変な影響は受けないようにな。行こう。人と AI、 現実と仮想、似て異なるものが混在し合う仮想現実の世界。そこで俺は仲間と出会い、日々を積み重ね共に生きてきた。もしかしたらそれがカヤバが去り際に残したこの世界の意味という言葉に結びつくのかもしれない。仮想現実という俺たちにとってもう一つの現実、広がり続ける仮想現実の可能性を俺は仲間たちと共に。なくてもいいか。
敵な眺めだね。ああよかった。ん？この世界に君と一緒に来られて。俺もアスナと一緒にここで冒険できて嬉しかったよ。いろんなことがあったよね。どれも楽しくてすごくいい思い出だよ。プレミアちゃんとティアちゃんを助けられたこと、みんなで一緒に冒険したこと、このゲーム私にとってはクローズドベータとは思えないぐらい盛りだくさんだったよ君。本当にいろんなことがあったよな。けど正式サービスが始まったらもっと面白くなると思うぞ。そうね、ゲームが正式サービスを開始したら ALO にオリジンに忙しくなるね。どっちでも目いっぱい遊ぼう。ねえ、ん？私たちこれからも一緒だよね。もちろんだよ、アスナ。もしかして何か不安なのか？ううん、そうじゃないよ。ただ今回のことで感じたの、君が見ている VR 技術の大きな可能性を。君はこれからどんどん発達していく VR 技術を研究しようとしているでしょ。私も一緒にその未来を見たい。でもあまりにもその未来は壮大で、時々少しだけ君を遠く感じることがあるの。アスナ、だから一人でどこかに行ったりしないでね。私も必ず一緒に行って君を支えたいから。大丈夫だよ、いつだって一緒だ、アスナ。うん、ありが。それじゃあ私どこまでもついていっちゃうね。ああ、俺もアスナについてきてもらえるよう頑張るよ。大好きだよ。よっ。
最高よ。シリカにピナ、俺に何か用か？気になる噂を聞いたんですけど。幻影の洞窟？聞いたことないな。そこがどうかしたのか？まだ見つかって間もないダンジョンらしいんですけど、なんでも特定の人にとっては願いが叶う洞窟だっていう噂なんです。願いが叶う？なんだか怪しげだな。特定の人っていうのもよくわからないし。けどちょっと気になりませんか？どういうことか真相は知りたいよな。それでもしよければ一緒に探索なんてどうですかとお誘いしたいのですが。よし、それじゃあ一緒に行ってみようか。はい、ありがとうございます。やったねピナ、洞窟に行く前から願いが叶っちゃった。ここが幻影の洞窟か。外から見た限りでは普通の洞窟のようですね。入ってみよう。よいしょっと。ずいぶん狭い通路が続くな。大丈夫かシリカ？私は体も小さいですし平気です。それにしても洞窟のかなり深いところまで来たけど、噂になるようなものは何もないな。人によっては願いが叶うというのは何のことだったんでしょうね。マップの構造から見てもどうやらここらが洞窟の最奥みたいだな。あ、宝箱がありますよ。よし、宝箱を開けてみよう。わかりました。これは幻惑のアメジスト。ただの監禁アイテムだな。監禁アイテムを手に入れることが一部の人の願いにつながるんですかね。入手するのも楽だし、コルに困っている人にとっては夢のアイテムかもしれないな。よし、とりあえず洞窟を出ようか。シリカ、なんか急にバランスを崩しちゃいました。なんだろう、心なしか肩が重くて。今度はなんだ。私の胸が。胸？見てくれと言われても、そのごめんなさい、私では変なこと言っちゃって。けど胸が大きくなったのは事実ですし、一体なんで。ひょっとしてアバターに変化が起きるトラップか。トラップ？要は足かせみたいなものだよ。行動を制限する感じでさ。確かに下を向いても足元が見えないし、ちょっと動くにも体が重く感じます。これは今まで味わったことのない感覚ですよ。足かせなのに何か嬉しそうに見えるんだけど。そんなことはないですよ。けどもしかすると願いが叶うというのはこのことなのかもしれませんね。どういうことだ。噂では
特定の人には願いの叶う洞窟だという話でした。ですから、その胸が控えめの女性には夢のような洞窟と言いましょうか。なるほど。納得していいのかすごく困るけど。なんか足に違和感が。あ、俺の足もおかしなサイズになってる。あ、本当ですね。50センチくらいのサイズがありそうです。やっぱりこれはアバター変化で行動を制限するトラップだな。これじゃ歩きづらいし気をつけないと。足のサイズを大きくしたいって願ったわけではないですよね。足先だけ大きくなっても嬉しくないぞ。ですよね。願いが叶うっていう噂だったけど、やっぱり人によるのかな。とにかくこの洞窟が風変わりなのは分かったよ。じゃあ洞窟から出ようか。はい。道が細くて思うように進めないな。スイスイ進めた道なのに。大丈夫かシリカ。無理です。胸が挟まってこれ以上進めないんです。え？でもこの不思議な感覚は何でしょう。通れなくて悲しいはずなのになぜか嬉しい気持ちが。とりあえず俺が引っ張るよ。お願いします。行くぞ。よっと。胸が潰れちゃう。でもでもこんなセリフを言える日が来るなんて。よし、もう一回引っ張るぞ。なんとか抜け出せたな。胸の大きい人は洞窟攻略一つとっても大変なんですね。そうなのかな。おっとシリカストップ。前方にモンスターがいる。バトルですね。準備は大丈夫です。よし、じゃあ一気に片付けよう。はい、行きます。はぁ、いやーって、あれ、うまく探検が振り切れない。シリカ！胸が邪魔になってうまく戦えません。また胸か。じゃあなるべく防御に徹しててくれ。わかりました。くあーって、おー！大丈夫ですか？思い切り転びましたけど。俺も足がでかくなったせいでうまく動けないんだった。どうしますか。やばい、こんな状態じゃかわせない。ピーナ、ナイススタン。ピーナがいてくれて助かったよ。全ては余計なところが大きくなったせいだな。今は辛抱して早く出口を目指そう。なんとか出てこられました。まったくとんでもないダンジョンだったな。もう本当だ。すっきりしたな。すっきりだなんてひどいです。
違う、すっかり元に戻ったなって言おうとして、それよりも俺の方も元に戻ったぞ。本当ですね。動きにくいし散々だったよ。だけど無事に攻略できてよかったな。はい。どうした？なんか落ち込んでるように見えるけど。いえ、なんでもないですよ。胸が元に戻って残念なことあるわけないです。胸が大きいと細い道は通れないし動きづらいし大変なことしかないですからね。本当。何か懸命に自分に言い聞かせているみたいに見えるけど。いらっしゃい。また来てくれよ。いらっしゃい。またのご来店